はい、東京 YouTube 整体の平野です。20年間、整体をやってきて、もう今までの、ね、整体法では、根本解決には、ね、至らないということに、気がつき、そして、もう本当に20年間、新しいタイプの整体を、ずっと模索してきて、ここ本当にね、3年前に見つけた人体の緩みからずっとですね、もう非常に新しい発見をしてしてして、そして今すごい、いい状態になっていると思います。今回肋骨という話ですね。あ、これちょっと腕が取れちゃってるんですけども、肋骨が、まあ、内臓を守るためのこう骨だと考えた時に、じゃあ守るためだけだったらこう鉄板のような形でいいと思いませんか、板ね。でもこのように蛇腹の形になっているということは、やはり肋骨を動かすことが大前提になっていて、この動かすこと、歩くときに実は肋骨ってこういうふうに動くんですけども、この動きの中で例えば中にある肺が、心臓が、肝臓が、腎臓がマッサージされる、そういう役割をしています。でも今の方はですね、まあ、こちらにもね、関節が12個ずつあって、まあ、可動域が、ね、こう、マッサージできるような形になっているんだけども、今の人は、下向きで、そして指をすごい使っちゃうんで、とにかくこういうふうに、肩が丸まって、ちょっと昔と猫背と違って腕の巻き込みが強いんですね。そしてそうすると頭も当然下がって、これが結局ストレートネックにもつながってしまうんだけども、その状態では肋骨がガチッと固まってしまって、この歩く時の柔軟運動、内臓を緩める運動が全くできない状態、そして腕だけでこうね歩いてる人いっぱいいると思うんですけども、もう本当にこの鎖骨、肩甲骨がこう癒着している状態、そんな人いっぱいいます。そして今回私が見つけたチャクラ療法の中で、肩甲骨剥がし と鎖骨を動かす、この整体法ね、もう非常に面白くてすごくて、そしてやった人に言わせるとですね、この肩甲骨が落ちちゃいそうな感じだって、結局これ分離するんで、そんな感じにもなる、ね、そして回すともやたらこう大きく回って、この肋骨と肩甲骨と鎖骨と腕がこう別々に動くような感覚、そんなふうなことを言ってくださる方が非常に今多くなってきました。そんなね、特殊整体をしています。愛知県蒲郡市というところで整体をやっていますが、東京大阪にもですね、次1回ずつね出張で伺っています。興味のある方はありがとう整体蒲郡市と検索していただけるとありがたいです。失礼いたしました。